それでは、これより阿部投手の記者会見を始めさせていただきます。本日の試合の総括をお願いします。You know, we talked a lot about our defense and disruption this morning in our team meeting. You know, we felt we were just far too passive yesterday, and we didn't force the issue enough. And today we did a much better job of that, and that opened up our shooters, which were able to get us going. And I thought we did a much better job. 昨日よりだいぶいい試合になったと思います。今朝のチームミーティングでは、ディフェンスで相手を邪魔することっていうのを話したし、昨日はちょっと消極的にプレーしてたから、そこをもうちょっとアグレッシブに、いかなきゃいけないっていう話をしました。で、それが今日だいぶよくできたと思いますし、それができた分、このシューターが空いてきて、そこから、点数が伸びたと思ってます。You know, one of the things that we were disappointed in yesterday also was the rebounding. We've been doing a good job of that. And,We just let ourselves down, but tonight, only giving up 9 offensive boards was a terrific effort. で、昨日もう一つは、リーバウンドの面で、最近ちょっとリーバウンドを誇りに持っているところなんですけど、昨日はオフェンスリーバウンドを相手に与えすぎて、今日は9本しか与えてないというのはだいぶ良かったと思います。ありがとうございます。バスケットボールニュース、フォアの榊原です。お疲れ様です。昨日とですね、戦術的に意識した部分と変えた部分ですね、お伺いしたいです。Any strategies we changed between yesterday and today? The only one we changed was double teaming Gardner later than yesterday. Yesterday we did it very early and you know, he had 9 assists. Today, I don't know how many he had, but you know, he only had 3 assists. I think that was a big thing for us. And other than that,It was just doing our systems the way we're meant to, which we did well. 変えたところは、ガードナーのところのダブルチームをちょっと遅めにいっただけです、昨日と比べて。昨日はアシストが9個あって、今日はそこを3つに抑えられたところが遅くいった要因だと思います。あとはもう自分たちのシステムを守るということだけです。ありがとうございます。ありがとうございます。他にご質問はよろしいでしょうか。お願いします。お願いします。はい、今日の試合ですね。はい、ご自身の総括をお願いいたします。いい判断ができた試合だなと思ってて、まあ本当その目の前で起きていることをしっかりと判断してした上で、まあシュートだったりパスだったりドライブだったりとか、まあディフェンスも僕だけじゃなくてチームで連動してできたので、まあそこが一番良かったなと思います。そこはやはり一番昨日と大きく戦術的に変えたりしたところになりますか。はい、まあ、ガードナー選手のところで結構昨日崩されてしまって、まあ、そこを今日うまくコミュニケーションを取ろうという話をしてたんですけど、コートの中ですごくみんなで話してましたし、その中でいろいろアジャストをできたので、まあ、それがいいリズムのオフェンスにつながっていったんじゃないかなと思います。はい、今の順位ですね、はい、どのように思いますか。まあなんか本当に怪我人が続いたりとか、いろいろコントロールできないことがいろいろ起きてしまったっていうのはもちろんですけど、それを言い訳にせずずっと戦い続けてるっていうのは今のチームだと思ってて、まあ本当にあと30試合あって、チャンピオンシップ最後取るチームって本当にリーグで1位のチームじゃないし、全くわからない、むしろこれからワクワクするという感じなので、はい、まあいい1位にはまだいると思うので、はい、しっかりプライドを持って毎試合毎試合戦い続ける姿勢を見せていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは241でした。